エイジム -154 ジェイスは、テキサスインスツルメンツ社が開発した、滑空誘導爆弾、空対地ミサイル。アメリカ空軍、海軍、海兵隊の統合開発計画に応じて、開発されており、防衛部門の譲渡に伴って、現在では、レーセオン社が主契約者となっている。ジェイスの開発は、アメリカ海軍、海兵隊による、先進統合兵装システム計画に、 アメリカ空軍のスタンドオフ兵器計画が合流する形で着手された。これはクラスター爆弾などを適防空網の射程外から投じることができるスタンドオフ兵器の開発を目的としており誘導手段としては GPS が採用された。動力は持たないが大型の滑空翼によって射程を確保するほか弾体設計にはステルス性への配慮も導入されている。 AWS 計画は1991年にテキサスインスツルメンツ社が契約を獲得して開発に着手しており1992年に j ェイ c 計画が開始されるにあたってこれらの AWS 計画の成果はそのまま踏襲された初期の量産型としてはクラスター弾頭の j ェイ c A 大気構部隊用クラスター弾頭の j ェイ c B 遠平号破壊用短弾頭の JSC が計画されたが、このうち JSB は後にキャンセルされた。基本型となる JSA は1998年12月17日の砂漠の狐作戦において、米海兵大気より投下されて実戦投入された後、1999年より全規模量産を開始した。また、2007年より、 生産は GPS の誘導精度向上やコスト低減策を講じたブロック2に移行した。その後、A ジム -154A をもとに弾頭を、ブル -111B の単弾頭に変更した輸出用のジェイス A1、ジェイス C をもとにリンク16による中間誘導を導入することで、洋上移動目標の攻撃能力を付与したジェイス C1 なども開発されたほか、ターボジェットエンジンを搭載して、射程を300回りに延伸した JCR も開発されている。ありがとうございます。